この度は社会科学部へご入学おめでとうございます。本動画では教職並びに各種資格の取得についてご説明します。なお、本動画では科目登録の手引き並びに教育学部発行の教職課程履修の手引きに基づいて進行します。教職課程履修の手引きは教育学部ホームページよりデータのダウンロードが可能ですので、そちらから入手の上お手元にご用意ください。 まず、教員免許の取得についてご説明します。社会科学部では、1種、2種、専修免許のうち、1種のみ取得が可能となっております。また、社会科学部では、中学校、社会と高等学校、地理、歴史、公民、商業、情報の科目の免許が取得できます。 教員免許を取得するためには、科目分類ごとに定められた単位を修得することが必要になります。科目の分類は丸166条の6に定める。科目かっ基礎科目8単位丸2。教科及び教科の指導法に関する科目かっ中学校では28単位高等学校では24単位。丸3。教育の基礎的理解に関する科目等。 中学校では27単位、高等学校では23単位、丸 ④ 大学が独自に設置する科目、中学校のみ2単位の4つがあり、1を除いて合計で59単位が必要となります。各科目分類の詳細は本動画に加えて、科目登録の手引き並びに教職課程履修の手引きを参照してください。 まず、六十六条の六に定める科目について、詳細にご説明いたします。教育職員免許法施行規則第六十六条の六に定める科目として。日本国憲法に関する科目、保健体育に関する科目、外国語コミュニケーション、情報機器の操作を履修する必要があります。このうち、保健体育に関する科目以外は、すべて社会科学部設置の科目で充当することができます。 次に、教科に関する専門的事項に関してご説明いたします。教科に関する専門的事項は、科目分類ごとに定められた必修科目、選択科目を合計20単位以上習得する必要があります。取得を希望する免許の学校集、教科によって必修、選択科目は異なりますが、 中学社会の必修選択科目は一部の例外を除いて高校地歴公民の必修選択科目と一致しますしたがって中学校社会の免許状取得を目指して科目の履修を進めていく中で自然と高等学校地理歴史公民の免許の取得要件を満たしていたということも少なくありません 各教科の必修・選択科目に加えて、各教科の指導法という科目も所定の単位数、履修する必要があります。必要な単位数は、中学校八単位、高等学校四単位で、取得を希望する教科ごとに履修が必要となります。四年次に教育実習を行うためには、教育実習に行く科目の教科教育法の一、二が必修となります。 なお、各教科の指導法に関する科目は、教育学部設置科目なのでご注意ください。次に、教育の基礎的理解に関する科目等についてご説明します。教育の基礎的理解に関する科目等は、高校では23単位、中学では27単位の必修科目が定められている、教育学部設置科目です。 中学と高校の差分、4単位分は、高校の大学が独自に設置する科目の科目分類に含めることができます。こちらの該当科目の一覧は、教職課程履修の手引き18ページをご確認ください。なお、履修には1単位につき1000円の調校料が必要となります。こちらの調校料が未納となった場合は、科目の登録を取り消しますので、調校料納入期間にお気をつけください。 最後に大学が独自に設置する科目についてご説明いたします。大学が独自に設置する科目にあたる介護等体験2単位が中学では必修となります。また必修単位のみでは59単位を満たせないため、教科及び教科の指導法に関する科目と教育の基礎的理解に関する科目等の必修単位を超えた分を 大学が独自に設置する科目扱いで参入することができます。四年次の教育実習に加え、中学校教諭の免許の取得を希望される場合は、介護等体験の参加が必須となります。それぞれ履修には前提条件がありますので、履修する前の学期までに、これからお伝えする条件を満たすようにしてください。教育実習の条件について、まずご説明いたします。実習は四年次に、 原則として母校で行っていただきます高校免許は2週間中学免許は3週間の実習が必要です実習実施前年度のガイダンス参加と事前登録が必要となりますまた実習実施前年度までに前提科目を習得する必要がございます前提条件については教職課程の手引き52ページを参照してください次に介護等体験の条件についてご説明します こちらの体験は中学免許にのみ必要となり、高校免許には不要です。また、こちらの体験の単位というのは、大学が独自に設定する科目扱いとして設定されております。内容は特別支援学校2日間、社会福祉施設5日間、計7日間の体験となります。体験先は大学が出演いたします。 介護等体験は3年次以降に実施となりますが、4年次でも可能となっております。また、参加するためには、前年度に介護等体験ガイダンスに参加、また申し込みが必要となっております。加えて、前年度までに教職概論、特別支援教育を習得する必要があります。前提条件の詳細については、教職課程履修の手引き46ページを参照してください。 教育の基礎的理解に関する科,科目のみですが、履修モデルを提示いたします。まず、1年次にできる限り多めに教職に関する科目を履修するようにしましょう。2年次から3年次にかけては、履修できる科目の幅が広がりますので、社会科学部設置の選択、必修科目の履修を進めてください。 教職科目の履修カルテこちらは四年次に教育実習に加えて受講する教職実践演習にて担当教員に提出しますこちらは一年次から作成が可能となりますので計画的に作成を進め効果的に学習を深めてください教職課程の手引きと 科目登録の手引きの科目一覧情報を確認した上で、ウェブシラバスにて詳細を確認し、履修に臨んでください。教職課程履修の手引きは、全学部生向けとなっておりまして、免許取得についての概要、教育学部設置科目の内容、こちらが記載されております。科目登録の手引きは、社学生が取得すべき科目の一覧情報、 具体的には六十六条の六に定める科目、教科及び教科の指導法に関する科目、こちらの内容が科目登録の手引きには掲載されております。こちらの情報に加えて、それぞれの科目の詳細はウェブシラバスにてご確認ください。次にサポート体制についてご説明いたします。 教職科目の履修上のご相談については、社会科学部事務所の資格担当にご相談ください。また、教員就職採用試験のご相談については、十四運動館2階にございます、教員就職指導室にてご相談ください。その他様々なプログラムがご用意されておりますので、ぜひご活用ください。次に、 その他資格についてのご説明をいたします。まず、社会調査士についてご説明します。社会調査士とは、社会調査の知識や技術を用いて、社会事象を捉えることのできる能力を有する調査の専門家のことで、一般社団法人社会調査協会により運営されている資格です。マーケティングやアナリストなど調査を行う業種や、 調査の活用の場となるマスコミや広告会社を目指す学生には特におすすめの資格で就職活動でも活かすことができますこちらの科目は社会科学部設置の所定の科目 A から G までの各科目を履修すれば取得が可能となりますなお E、F についてはどちらかでも可となりますこちらの資格の申請方法等は 別途申請時期が近づいてまいりましたら、事務所よりご案内いたしますので、そちらをご確認ください。最後に、図書館司書、学校図書館司書教諭、博物館学芸員、社会教育主事、社会福祉主事につきましては、教職課程履修の手引き75ページをお読みいただき、ご相談がございましたら、 社会科学部事務所までお越しください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本動画の内容でご不明な点等ございましたら、社会科学部事務所資格担当までご連絡ください。